こんにちは、アムルです。今回は久々に登別温泉にやってきました。小さいながらも源泉 100% かけ流しの温泉と美しい部屋食解析が好評な宿に泊まります。場所は北海道のこの辺り。建物に子供の鬼の絵、登別に来たなーって感じします。ホテルは温泉街の入り口に近く、正面に病院があります。花椒亭花屋さんに到着。妻子さん、記念日限定プランという様々な特典のある面白そうなプランを見つけ申し込みました。駐車場の入り口がちょっと分かりづらく迷いました。建物の下に駐車場があります。スタッフの方が駐車場に迎えに来てくれました。玄関先のモミジが綺麗です。チェックインの手続き後、エレベーターに乗ってお部屋のある4階へ降りると、別のスタッフの方が待っていてくれます。4階はエグゼクティブフロアで、他の階より作りが豪華になっています。壁にはこんな一輪挿しも飾られています。今回泊まったお部屋は408号室松。エグゼクティブフロアの中でもここは特別室。入り口を入ると正面に寝室、右の方に曲がると広いリビングがあります。リビングの隣になんともう一つ寝室。贅沢。シモンズのベッドが2台置いてあり、マッサージチェアまであるんです。こちらには空気清浄機と扇風機。このお部屋は2020年4月に改装されているので、 USB ポートもちゃんとついています。リビングに戻り、突き当たりに大きな窓があり、テラスに出ることができます。窓の前に下駄箱があって、サンダルに履き替えてテラスに出ます。テラスに出てみるとソファーとテーブル、こんなに広々。周りには山や川が流れているのが見えます。下からもらってきたビールで乾杯。とても暑い日でした。リビングの中央には大きなテーブル、ソファーもあります。テレビは壁掛けの大きなもの、その隣にミニバー、テラスに出る窓の隣に空気清浄機、その横の方にダイソンの扇風機と、小さな机の上に電話が置かれています。スタッフの方が抹茶を持ってきてくれました。テーブルの上には来る途中にあった若狭芋本舗の饅頭が置いてあります。お部屋の鍵は2本あって便利。
オプションで頼む料理のメニューが置いてありました。ミニバーには何があるのかな？楽しみ。台の上にはコーヒーマシン。緑茶、ほうじ茶のティーバッグと梅昆布茶。奥にサービスの水とケトル。こちらの箱の中にはコーヒーのカプセル。下の棚にはコップ、湯飲み、コーヒーカップ。隣にある冷蔵庫の中も見てみます。赤白ワインと登別とろーりプリン。上の方につぶつぶオレンジ。ワインの奥にはエビスビール、日本酒、コーラ。これらはみんなサービス。プリンは買うと一つ550円もします。後で紹介しますが、1階でビール、日本酒のサービスがあるので、お酒はほぼ買わなくとも大丈夫。入り口正面の寝室に行ってみます。こちらにもシモンズベッドが2台。奥の方に空気清浄機。部屋食なので寝室が別な部屋と思い予約しましたが、2ベッドルームとは気づきませんでした。枕元にはやはりコンセントと USB ポートがあります。寝室に入る手前にクローゼット。下の方に浴衣と足袋、横に床ご。床ごの中にはタオルと巾着袋が入っています。反対側の扉を開けると羽織物。下にセーフティーボックスがありました。入り口を入った左手にパウダールームがあります。ダブルシンクで高級感ありますね。化粧水や乳液は下からライトが当てられ綺麗です。オーガニック化粧品のジョイエット。こちらにアメニティ。登別温泉成分の入った外国屋さんオリジナルのフェイスマスク。ちょっと高級そうなものを使っています。ハンドソープやシェービングフォームもあります。隣には小泉のドライヤー。パウダールームの隣にはシャワーブース。この部屋にはバスタブや温泉はついていません。使わなかったが御木本のシャンプー類が置いてあります。入り口を入って右手側にはトイレがありました。4階建ての比較的こじんまりした外観。玄関先には獅子おどしがあります。玄関から入ってみます。エレベーターとフロントが正面に見えています。ロビーや小さな売店もあります。玄関でふと下に目を向けると畳の上にスズメがいます。フロントには受賞した盾が飾られ、サービスの飴があります。観光パンフレットも置かれています。フロント正面には館内着、好きなのを持っていきます。館内着は広げるとこんな感じ。裏側はアメニティコーナー。エグゼクティブフロアと温泉風呂付き客室以外は部屋に準備されていないので、ここから持っていきます。ロビーではさまざまなサービス。こちらではコーヒーと牛乳。この登別酪農館の牛乳が美味しいんです。
隣には冷蔵庫。つぶつぶオレンジと麦茶は自由に飲めます。ただしお酒は有料。窓の前にはお酒のフリードリンクコーナー。14時から17時まで好きなだけ飲めます。みんな早くから来ていっぱいやってます。生ビールサーバーと日本酒があり、日本酒は福司と北の勝。おつまみは有料。売店もちょっと覗いてみます。お酒や洗顔料、お菓子などがあり、なんと今回のプランではこの中から1点好きなものをもらえます。ただし余一さん、リンゴのお酒は除外。ロビーには新聞や雑誌も用意されています。奥の方に行ってみると、窓の前は湯上がりどころ。その向かい側に宴会場。さらに奥に進むと大浴場がありました。隣にある自販機は故障中、代わりにロビーのフリードリンクが23時まで利用可能でした。隣にウォーターサーバーと貴重品入れがありました。大浴場は男女入れ替え制。男湯と女湯の間に鬼がいた。内風呂は一つ、登別温泉では珍しい源泉かけ流し 100% の硫黄温泉。露天風呂も一つで、あまり広くはありません。お湯は灰色に濁っていて、そこに湯の花が沈殿しています。お肌がすべすべになるとても良い温泉なので、ぜひ皆さんにも試していただきたいです。洗い場は4つ。シャンプー類は三木本、酒粕パックや洗顔もあります。脱衣室もあまり広くはありません。タオルが用意されて、手ぶらで行けるのが嬉しいですね。部屋と同じスキンケアが用意され、ドライヤーもあります。アメニティは綿棒しかなく、フロント前から持っていくようになっています。普通の日帰り入浴のほか、お弁当付きのプランもあるようです。お風呂から上がったら、夫さん1階からもらってきたビールや日本酒飲み始めました。ファイターズの試合やっています。日本酒、北の勝を飲みながら、今日もカーツなんて言っているようです。夕食が部屋のテーブルに用意されました。信じられない豪華さ。メニューは記念日限定プランだけの記念日会席。船盛り、白老牛、毛ガニが楽しめるほか、このプランならではのサービスも。食前酒は日本酒と梅酒から選びます。その他、記念日会席ではこのメニューの中からワンドリンクサービス、レモンサワーと柚子酒のソーダ割りいただきました。たくさん飲む方には飲み放題プランもあります。旬や地元の食材をふんだんに使った豪華料理を前に乾杯の儀式。コースの内容たっぷり紹介します。前菜の左上は枝豆ゼリー寄せ、隣は言わずと知れた茹でたラバガニ、ズワイガニ博多押しには黄身酢ソースがかかっています。右下は
登別豚ローストポーク、そしてスモークサーモンと純菜。どこのものか書かれていなかったが、このスモークサーモンは絶品。タラバガニ、ズワイガニとカニもすでに2種登場。次に船盛りを見てみましょう。タイはなんとお頭付き。その上にタイとカンパチのお刺身。船首の方にはボタンエビ。下の方にはニジマスのドナルドサーモンと本マグロ。白身は黒頭、白く輝くホタテ、ホッキの刺身、そしてロウソク。食べれません。白老牛、炙り寿司もあります。毛ガニはなんと2人で1杯。まだまだありますが、とりあえず食べながら紹介。まずは炙り寿司から行ってみます。さすが白老牛、口の中で肉がとろける。鍋物は白老牛のすき焼き、白老牛のロースと旬野菜が入っています。惜しげもなくブランド牛が出てきます。こちらはカニの冷製茶碗蒸し、アクセントにそら豆が乗っています。カニ料理もすでに3回目の登場。夏らしい一品ですね。夫さん、船盛りのお刺身を食べながら日本酒をちびちび。ラウンジからもらってきました。冷蔵庫にもお酒あるので飲み物代ほぼかかりません。ホタテ、エビ、タイ、幸せ。揚げたての天ぷら3種を持ってきてくれました。ズワイガニは湯葉を巻いて揚げる湯治揚げ、その他アスパラとトマト、藻塩でいただきます。カニはこれで三大ガニ全制覇。そろそろ毛ガニもいただこうかな。食べやすいようにちゃんと包丁が入っています。カニ味噌もたっぷり入っていて、まさに天国。焼き物は祝い盛り2種、白老牛、ロース肉と十勝牛、ヒレ肉、それと旬野菜、陶板焼きでいただきます。まずは野菜から乗せて。見よ、このお肉の輝き。なんと神々しいお姿なのでしょう。肉といえばやはり赤ワイン。冷蔵庫にサービスの品がありました。お肉は完全に食べ頃。タレでいただきました。ご飯は夢ピリカのうなぎご飯。このものはアロニア漬けだそうです。お吸い物は骨切りアイナメとオクラ入り。うなぎは山椒とネギをかけていただきます。料理の品数、素材の高級さ、こんな豪華な食事は久々でした。
最後のデザート、記念日限定プランなので祝おめでとうと書いてあります。今回は結婚記念日ということにしましたが、記念日じゃなくても申し込めます。ぶどう、パイン、メロン、そして柑橘シャーベットとミニトマトのコンポートがついていました。記念日限定プランということで、写真を撮ってくれて帰るときにいただきました。食後は8月23日から8月25日開催の登別地獄祭りを見物に行きました。旅館から歩いて10分くらい、行きは登りでちょっとつらい。これは以前撮影した閻魔大王。祭りでは閻魔大王がからくり出しに乗って、極楽通り歩行者天国内を練り歩き、地獄の審判を下しにやってきます。食事を早めに切り上げていきましたが、すでにフィナーレの近く。この出しに乗ってきたようです。閻魔堂に帰っていきます。元の位置へと戻されました。そして再びファンサービス、鬼の形相に変わります。20時からは鬼みこし暴れ練り込み。約1トンの鬼みこしを100名の男たちが担いで威勢よく練り歩きます。女みこしもあります。みこしの後は地獄谷の方に行きました。アニメゴールデンカムイと地獄祭りのコラボ企画、地獄谷展望台特設ステージ付近、巨大アンドンが展示されています。地獄谷もライトアップされていました。浅間公園にも立ち寄り、花屋に戻ってきました。温泉に入ったり、登別牛乳をいただいたりで。朝食もお部屋でいただきます。かなりの豪華版、メニュー表もあります。早速何があるのか見てみると、ご飯は道産7つ星、しかも釜炊き、隣にはお重があって、上の段には刺身の山かけと小松菜煮浸し、下の段を見てみます。こちらには紅鮭塩焼き、大豆五目煮、レンコンのきんぴら、上の方に彩りサラダ、
ドレッシングがついています。その下に自家製だし巻き卵、花屋の焼き印が押してあります。さらに下には牛乳とデザートのオレンジ。お味噌汁にはわかめ、揚げ、ネギが入っています。三点盛りの中身は山クラゲ、梅干し、ひじき、花屋おすすめの柚子きのこ味噌、隣は寄せ豆腐の薬味でネギ、生姜。納豆はもちろん登別平塚食品の熊納豆。こちらが自家製寄せ豆腐。味付け海苔もついています。かなりの品数でした。だし巻き卵、焼き印が入ると高級感あります。もちろん美味しい。サラダにはドレッシングをかけて。寄せ豆腐にはネギ、生姜を入れるはずが、夫さん間違って納豆に投入。お味も良くて美味しくいただきました。ごちそうさま。食後テラスから外を眺めていると、遠くに熊牧場へ行くロープウェイが見えました。最後に温泉も楽しんで宿を後にしました。今回は楽天割引を利用して最大限安く泊まることができました。エグゼクティブルームでも、2人ならもう少し狭い部屋でも良かったかも。売店でプレゼントを一つもらえるので、選んだのはこれ、洗顔料でした。アンケートに答えて飴ももらえました。北海道登別温泉花屋、こじんまりした宿で過ごすまったりした時間。夕食は三大ガニ、船盛り、ブランド牛を食べ尽くす超豪華版。温泉はもちろんお肌すべすべ、満足度かなり高いです。最後までご視聴ありがとうございました。コメントもお待ちしております。